お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日はですねテクニクスの 60A2 をね紹介していこうかなと思います。で、こちらが今ね電源入ってる方が今回ですね紹介するテクニクスの SE9060M2 ということになります。で、こちらがテクニクスの 60A2 ということになってて、で、この上に乗ってるのは何かっていうと同じものです。120V 60Hz 仕様のものになります。で、表記が SE9060、よく言う、初代 60A の品番になってますが、中身は、これもね、中身だけ紹介しますが、こちらも、60A2 になってます。で、まあ、これが、輸出仕様となってて、この下が、日本国内仕様となります。若干ですね、マウント、ラックマウントのケースが違うと思うんで、そちらの、輸出サイズのね、マウントサイズになってると思います。はい。だからフロントパネル、フェースパネルが、サイズがね、違うんですね。はい。その他はね、一緒です。もう、ほとんど一緒です。で、まあ、こちらはね、海外仕様の、60A2 は、私がね、使ってるんで、ちょっとね、中のものとかね、変えちゃってます。トランジスターもほとんど変わっちゃってますし、コンデンサーとかもね、ほとんど変わっちゃってて、入出力端子も、変わっております。で、輸出仕様の場合、国内仕様の場合はテクニクス 60A2 となっておりますけど、輸出仕様はね、テクニクス by パナソニック、by パナソニックということになります。まあね、出品されてたら結構レアなんで、これはね、買っといた方がいいと思います。なかなかね、珍しくても、物が物なんで、そんなね、高くなくてね、1万以下で落札できると思うんでね、持っとくと面白いんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、違うことが好きな方に向けだと思います。で、調節とかも、まあ日本のね、コンセントもだいたい105、6ボルトあるんで、まあ、問題なく、それで、電源部の電圧の調整と、バイアス電流と、オフセット調整も、取れました。はい。だから、日本国内でね、使っても特にね、問題はないと思うんで、もしよかったら、まあ、趣味性の高いものを集めたい方にはね、これおすすめだと思いますが、今日は、60A2。オリジナル。これはね、ちょっと改造というか、パーツ全部入れ替えちゃってるんで、60A2。今ね、オシロスコープにね、つなげて、波形見てますが、特にね、問題ないんで、これから、中身紹介して、皆さんにね、音出ししていこうかなと思います。はい。そんなんでね、今日はよろしくお願いいたします。はい。それではね、本日もね、よろしくお願いいたします。こちらのね、60A2 だ、2台ですがね。集団のね、パワートランジスターは 2SB655、2SD675 というね、パワートランジスターがね、使われております。はい。で、まあ、私がね、以前にね、話してると思うんですけど、私のオーディオの、最初のオーディオのスタートが、60A、だったんですね。テクニクスの 60A というパワーアンプ、60A2 の1個前のモデルですね。初期のモデルとなります。で、まあそれをね5000円で買ったところから始まっているんですが、だから、60A もあるんですが、まあ使うなら音で聞くなら 60A2 のがね全然いいと思います。まあ 60A も悪くはないんですけど、60A2 のがまあ部品のグレードもやっぱ高いですし、まあ若干クリアーで粒立ちもいいんじゃないかなと思っております。はい。それではね、 60A のね輸出仕様 120V 60Hz、そちらのね紹介をしていきます。はい、こんな感じです。
まあね、特にすごく変わってるものはございませんが、コンデンサー類は全部新品、トランジスター類もね、全部新品です。この辺も全部新品に変えてあります。で、出力端子類もね、こんな風にね、こんな風に変えちゃってます。まあ安物ですが、まあスピーカー B なんて使わないんで、こんな感じでやっちゃってます。はい。ステレオ駆動専用としちゃってますね。はい。これに BTL を求めても、まあ、お好きな方は好きなんでしょうけどね。私はね、そういうタイプではございませんので。まあ、そんな感じで、今回は、60A2 紹介していこうかなと思います。はい。で、まあ、多少ね、どっちかというと、音はね、60A も 60A2 もね、そんなにね、まあ、だからさっき言ったように、若干クリアで、シャープかな、ぐらいな程度なんで、いいんですけど、やっぱ、この辺のね、コンデンサー、60A の最初の初期のモデルは、コンデンサーがこういう風に横にね、なって入ってるんですけど、まあ、こういう感じで、まあ、すごいですよね。この薄型のやつをね、多分、まあ、作ったんでしょうね。専用に。こういう、面白いパーツもありますし。はい。で、まあ、レイアウトもね、美しいですし。言うことないですね。はい。まあ、そんなんでね、60A2 の、輸出版は、これでね、紹介を終了して、60A2 国内版の方をね、紹介していこうと思います。変えます。はい、それではね、今日も楽しく進めてまいりましょう。クーラーのね、音が、ファンの音がね、うるさくて申し訳ないんですが、このままね、暑いんで、クーラーつけてね、続けさせていただきます。それでは中をね、開けていきましょう。こんな感じですね。はい、今ね、中見てもらっていますが、基板の色がね、輸出モデルと国内モデルで色がね、違うと思います。で、国内モデルの方は、白い着色した基板になります。で、まあ、材質はね、同じだと思います。ただ、表面のね、コーティングの色がね、違うだけだと思います。はい。それではね、調整のね、準備していきたいと思います。準備します。はい、ですね、電源入れて1時間ぐらい経ってたんで、まあ、これから軽くね、調整して音出しの準備をね、していこうかなと思います。はい。で、まあ、もう、テスターリードはですね、テストポイントにね、つなげてあります。これでまず電源部のね電圧調整していきます。まあこれ多分55V。はい、これで 55V でね OK です。極端にね、なぜか知んないですけど、アイドリング電流がね、低いですね。これも、規定値にしていこうと思います。まずこっちからか。おっと、急に、半分ぐらいしかないから。こちらがね、DC バランスになります。
厳しいバランスになります。こんなもんだね。こんなもんかな。これで、しばらくね、様子見て、あんま変化なければ、蓋閉めてね、音出しの準備していきたいと思います。準備します。はい、それではね、比較のためにいつもと同じ曲になってしまいますが、これから再生していきたいと思います。お疲れ様でした。テクニクスのね 60A のマーク2お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。パワートランジスタね、 2SB の 655、 2SD のね 675 というパワートランジスタを使っていますが、トランジスタらしい切れ込み、まあまあそこそこの切れ込みもあって、粒立ちよく綺麗な高音、まあ伸びきってはないですが、ある程度まで角の出るね、いい高音なんじゃないかなと思います。
まあ力はね、そんなにはないですが、多分ですよ、うちにある、小型アンプ、薄型アンプの中でナンバーワンだと思います。私の中の意見ですよ、私の中の意見ですからね、ナンバーワンだと思います。まあ時間があれば、60A の初代 60A ね、マーク1の方ですが、それをね紹介していきたいと思います。で、まあこれも好みなんですけど、値段がね、あんまし中古相場で変わらないんで、60A2 の方が、切れ込みも、透明度も、上かな、っていう感じは、個人的には思います。ただ、60A の、初代は、私がね、初めて、5000円で買ったアンプなんですけど、昔ね、初めて、こぞっこの頃に、知り合いから譲ってもらったアンプで、で、まあ、5000円で買ったんですけど、なかなかね、そういう思い入れもあるんで、まあ、60A っていうシリーズはね、結構好きで、大切にしております。はい。まあ、ね、夜中にね、ちょろちょろっと聞いたりするにはね、とてもね、いいアンプじゃないかなと思います。で、まあ、ランニングして問題なかったんで、調整もうまくして、ピタッと収まったんで、次回、リスニングルームに持ってって、D70 と GTCD1 で、どんだけなるかと。まあ、あそこにはね、HMA9500M2 とかね、モスリミテッド B1、B2 とかね、その辺が並んでいますんで、そいつらをね、この薄型で蹴散らせるかどうかね、やってみようかなと思います。まあ、その時に、私の、60A との出会いとの話とか、まあそういう中で、60A と 60A2 と、US60A、輸出仕様の 60A の Mark II のものとかのね、違いとか細かく紹介して、また長くなってしまうと思いますがね、画像等を含めながらやっていきたいと思います。はい。今回はですね、動作確認と、リスニングルームに持っていく前のチェックと調整ということでね、こちらの工作ルームでやってみました。はい。今回もね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。